でもね、なんですか、佐々木くんってね、まあまあこの業界入って長いじゃないですか。いやそんな毎年さんに比べたらもうこんなもんですよ。いやいや、ほんまこんなんや。ちゃうあのミュージシャン枠で、はい、佐々木くん入ってもう何年？ミュージシャン枠、ミュージシャン枠基本的に僕はね、鈴鹿八対2002年ですよ、その時も、鈴鹿八対の道っていう原チャリ鹿児島から、高級種ですね、やってましたね。鹿児島から鈴鹿サーキットまで、10日間の間に、はい、鈴鹿サーキットに来なさいと。むちゃな話やな。新車のディオに乗って、制限速度30キロせえねん。だから、まあ、一応ミュージシャンなんやけど、今とスタイルそんなに、排気量が変わっただけの話っていう、はい、感じですね。ですか。でももう何年前ですか、はい、あれが2002年やから今2017年でしょ。15年や。これワイプジーンの、うわこれほんまやね。創刊当時に僕はあの現場に乗って旅してたんや。そうやわ。だって、八体アンバサダー言うて、アンバサダーが現場で移動させられるか。大変やったわ。あれもほんま九州で八体のチケットも頑張って売ってください言われて、なんか売れるわけないからなかなか。そうですよ、あの頃まだ弾丸フェリーないですから、ね、ないですよ。普通にサーフラワーが就航してただけでしょ。ね、そうですよ。自走で現チャリですから。だって途中で面取りだったらどうすんのね。いやいやほんまに、ね、なちょっとしたことで捕まってしまうからな。いやいや大変ですよ。いやいやいや、まあでもほんまにね、そっからずっと佐々木君は、はい、修行僧のような暮らしをしてますわ。ほんまに毎日ね、よう言われますけど、いつもテント生活ですかとかよう言われるんですよ。言われる言われる。ちゃんと寝てますよ布団で。いやあのね、でもね、はい、皆さん見てくださいね、はい、佐々木くんのフェイスブックとか見ると、うん、しょっちゅうテントの中で、ね、髪の毛ボッサボサになりながら、はい、っていうのがスッと流れますからね。それなんかの昔やったあの電波少年とかテレビとかちゃいますの。それいやいや変わらない。僕ちゃいますよ。変わらないじゃないですか。いやいやいや、いやでも未だかつて、はい、それをやってで続けてんのは佐々木くんだけでしょ。いやどうなんでしょうね。まあまあそこは分かんない。でも最近あれですよ、僕はシンガーソングライダー言いますねんね。シンガーソングライダーもう新しく作りましたよ。いやいや最近増えてね。増えたね。増えたんや。増えた増えた。何かおんねん。何人ぐらいおんの今シンガーソングライダー組合。僕が知ってるところで言うと北海道、北海道にマックスリッツの天野智美っちゅうやつが。智美ちゃん、あと大阪のともちんっていう松竹のね、ともとも、はい、ともちん、あとあやせんだラブラーラっていうね、はいはい、ミュージシャン女の子おるおる、はい、4人おんねん俺言うたら。まだおるで、きっとまだいるかな。まだアンダーグラウンドにおるで。わしらもアンダーグラウンドやけど。ちょっと待って、マリノさんはロックンライダーですよ、はい、そうや、誰もだからマリしてくれへんね。なんでですか。え、多分あのね、協調性がないね、みんな。ああ合わせるってことロックンライダーって言って、うん、でもね皆さんね、うん、ロックという言葉がどういう言葉かという、うん、はいはいはい、もうあの不満を持ってるやつはロッカーなんですよ。不満、世の中に対して不満を持ってるやつがロッカー、ね、それでもうさらにさらに頭が悪いのパンクス。おうね、はい、もうわけわかんないですよ。顔にピアス開けてみたりとか、あんた痛いですよ。痛いですね。そこの根性がないのがロッカーです、まあ、もう 痛いのはやめよう。痛いのはやめよう。痛いのはやめよう。みんなで揉めんのはやめよう。でも文句は言おうっていう、ね。でもね、はい、そうやってやってて、はい、誰も真似しないです、はい、シンガーソングライダーはいっぱいできるじゃないですか、はい、しかも女子ばっかり。なんでやなんでや、なんか組合でも作ってんの。いやいや、ないないない。もうこの前なんか見てください、マイトさん。何やねん、俺のギターのこれみんな見て。なんで紐やねん。紐やで。なんで。ちょっと話聞いてくれますか。聞いてあげるよ。この前ね、鹿児島での肝付町っていうとこあるんですけどね。肝付町、俺だけに話せんと皆さんに話してね、はあはあ、あのライカーウィンのロケに行ったんですよ。ライカー、まあ、こう見えて我々、ね、テレビ番組の司会者なんですよ。そうなんですよ。両者とも一応びっくりします。ええー、言ってお姉さんびっくりしてあるわ。びっくりするでしょ。マイトさん知ってるでしょ。わかるでしょ。マイトさん知ってるでしょ。わかるでしょ。わからへん人もいっぱいおる。昨日工場見学でお兄さんはどっから来たんですか言われて俺こっちへこんだんやから俺。どうしようかな思ったよ。まあ、まだまだ頑張っていかんと分かったっていう話をしてたんですけどね。ほんまですわ。でもね、はいはい、まあ、こうやってね、あの番組もやってるんですよ、実はあの10年、もう10年ぐらいの。何がですか。ライカーウィンドも。ああ、まあ10年超えましたね。11、2年ですか。11、2年、はい、ざっくりした感じになってますけど、はい、僕はもう週刊バイク TV ってもう15年ですもん。中華、うん、あのバイク人始まったと同時に始まった、はい、まあどっちもね、うん、あの独立有局系やから、はい、あのなかなか見られへんのですけど、うん、YouTube では見れますんでね、それも見ていただきたいと思います。
と毎度のその、ね、最近週刊バイク TV のねオープニングの曲とかまた新しくなったっていう噂も聞いて、そうやね、ちょっとこれギター対決ですよ、なんかギター対決や、歌わそうとしてるけど俺はもう一回紐に戻すで、いやちゃうやちゃうや、もうみんな来たオラオラジモリゴマオラオラ聞くためにみんな来てんねや、俺も今日何のためにここに来てるか分かりますか、漫談するためやろ、うわもう悪いけどバイクで一人来たわけですよ、サンフラワー乗って、そらそうや、そらそうや、昨日雨に打たれながら、そらそうや、この時間のために、そうやな、喋るためにな、そうですよ、そうですよいやだから俺たちのこれギターはやな、アクセサリーやろ、はい、だってこれ、はい、ペンダントみたいなもんやろこれ、ちょっとマイトさん、ちょっとサーリーちょっと歌ってもらいましょう、皆さんねえ、こんだけセッティングをしもうて、もうコナ俺の歌いらんやろこれ、俺の歌歌うってどうすんねんな、ギター対決や、何を言うてんねんな、はいはいはい、はい、じゃあちょっとね、マイトさんにね、ちょっとやってもらおう、俺も聞きたいんやね、はい、ああそれ俺の歌や、俺の歌やもう、ね、俺の歌でもみんな知らんがな、じゃあのね、はい、まあ80年代に鈴鹿八隊見た人たちは、はい、ずっとキャンプ場で高原兄が歌う、はいね、風よ鈴鹿へ、そう風よ鈴鹿へずっとね、はい、あれが洗脳されるぐらい、うん、もう残ってましたけど、はい、あれに代わって今や八隊のテーマソングになってるのが佐々木宏さん、いや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 、僕ももう八隊10年終わってんで2年後に復帰させてもらって、はい、それがまた3年ぐらい経ちますからね、経ちますから、ね、もう忘れ去られてんちゃうかな、いやいやそれはやっぱりね、はい、もう一回すり込んどかな、もう一回すり込んで、もう僕は今の段階で、はい、歌う気が今ないですから、歌う気がない、ゆり子小池じゃない、今さらさらないの、はい、ちょっと待ってくださいよ、ないちょっと元に戻す、みんな拍手盛り上げて、はい、行こう、マイトさんもちょっと歌って歌ってもいい加減、いや PA さんがいつ挑戦していいかもう待ったはんねん、もう講師だから、もうやる気満々なんですよ、ある意味ね、演者よりもやる気が高い PA さん、はい、意識が高い系の、それ仕事で来てはりますやん、ちゃんとせらあかんやん、パンポットから指離さないんですから、ま、いやほんまやで、つまみから笑ってくれてはるけども、いや当たり前じゃないですか、ね、いやでもね、はい、でもね、違う違う違う、でもね、これバイク人春祭りの時はステージカーがあったんやけど、はい、豪雨がすごすぎて、すごかった、ピットで歌わされたんです、はい、歌わされて、さっきの言ってたストレートマイクスタンド一本、うん、で歌ってたんですけど、うん、結局、はい、うん、どうすんねんどうすんねん言いながらずっと歌ったんですけど、今回、うん、中村編集長からオーダー知ってる、昨日のね、そうや、打ち合わせ、我々のこの時間の打ち合わせ、はあ、何言われたか言うたら、そう、時間通りに終わってください、すごいやんね、はい、で、前回のが面白かったんで、はい、っていうことは歌わんでええっていうオーダーですもん違う、確かに前回まあまあ僕最後にちょっと1曲歌いましたけども、まあほぼ歌ってませんよ、せやろ、ほんでまたなんかギター対決言うて、だってギター対決って何でこうやって殴り合いでもするのか、こっちの方が硬いから勝つで多分ね、えそうこれなんかすごい、だってこれ35年前の、うん、これギターですよ、ヤマハのそれ日本楽器の、はい、これ、はい、そうよ、1万6000のギターよこれ、まあ値段かけないんですよ、いやもうすごいよ、変に乾いた音がするから、はい、でもそれはええねんけど、ええ、な、はい、こうせっかく俺はトークショーの時間もらったやんか、はい、ちょっと待って、おかしい、ちょ俺ら多分思うわ、我々も喋ってるからこうやけども、はいはい、皆さんギター2人ぶら下げて、ええ、1曲もまだ何もギター弾いてへんってどういうことやねんって思ってるよ、何を言うてんねん、根本さんかって止まってるバイクの前でライティングやってるやないなるほど、いやいやいや、それはまたちゃいますやん、違うの、はい、じゃあでも何のために来てんねや、でもなこうやってな見ててな、はい、わしらの生活みたいなええー、なと思ってる人もいると思うね、はい、きっと、はい、憧れてくれたのもいいのかな、この生活がどんだけきついかいう話やな、まあ、矢沢駅というところとるじゃない、はいはいはい、もうそんな感じやん、トラベリングバスやん、トラベリングバスやったら勝手にバスが行ってくれるけど、俺ら自分自走やん、はい、そうですね、その間の苦労話してみようか、ね、してみようか、ちょっとさっきのな、佐々木対鹿、ありましたね、ありました、佐々木対鹿、はい、佐々木対国家、ありましたよ、いろんなことがあります、ありましたよ、いろんな対決構造も佐々木君得意、今日も伊藤慎さんも来てありますからありますから、2011年ね、はい、TSR 優勝した時に、はいはい、また表彰台上げてもうて、いえいえい、ね、歌わせていきましょう、じゃあもうすごいもんね、だって何がですか、俺らだってそういうとこ行ったことないもん
ほんま羨ましいなと思う。まあまあね、ほんまにありがたいことで。そうやで。まあいろいろもう勉強させてもてます、ほんまにね。いやすごい。だって今までにライダーさんどれぐらい知ってますか、はい、スーパーライダー。まあまあまあ、一通りね、あのいろいろと。すごいですよ、全国アンギャでライダーさんのお家とか回るもんな。いや、そのお家回る企画ちゃうから。いやいや、8体を盛り上げるっていう旅をやってただけですよ。そういうたまたまなんか飯ね、ははは、一緒にごそうなってとか、ええ、泊まらせてもらったりとか、はいはい、そういう話です。いやいや、ほぼほぼお家を巡る旅ちゃいますよ。言ってしもたら小林一茶みたいなもんですよ。あ、じゃあ松尾芭蕉や。奥の細道みたいなもん。ごめんごめん、間違ったわ。はい、まあまた、ね、奥の細道みたいなみたいなもんでしょ。はいはいはい、はい、あのとりあえず適当に褒めといて、はい、ご飯呼ばれて帰ってくるっていう、そういうやつでしょ、はい、そうですね。ちょ、もういい加減歌ってくれます。なんて拍手。もうテンション盛り上げていこう。もうでもね、お客さん、お客さんは知ってるよ。何がですか。バロットさんは歌う気ないなって思ってはると思う。何がほんでバロットはるかな。それだってそうやもん、ね、あのね、うん、ね、うん、割とですよ、今までバイク人祭りで、はい、一番歌ったのはバンド、フルバンドで来たモテギの時に、はい、6曲やったんか、最高かな。マヒトさんがですか。そうよ。あ、マヒトさんのバンド、バンドで、はい、その時ね、すごかったよね、うん、オペレーションこうやってね、はい、スーパーオペレーターついてない状態でやったんで、はいはい、1個目のお客さんと接客はできないからって言って、うんうん、1個目のテントまで届かない音圧でやったから、おう、もう何やってるか分かんない、ただこうやってわーってやってるだけの感じで映画続いて。なるほどね、今日はだけどあのホンダのブースまで届くらしいから。あ、らしいですね。もう、はい、さっきずっと手振ってくれてはりました。そうなんですよ。なので、ちょもう内藤さん、もう待ってられへんわ、俺歌うぜ。お、歌って歌って、もういいか、ギター弾かしてくれ。もう何のために来てんねん。滋賀県から来たんや。昨日雨打たれながらこのために来てんや。喋って終わってどうすんねん。いや、椅子なんかいりませんやん、そんな。いや、いりません、いりません。さあ、佐田君、何歌ってくれるんですか。イエーイ、やっとギターの、ギター、対決らしくギターを掛け持ちておりますが、改めて、歌の前組シンガーソングライダー、佐田ひろしです。今日は皆さん、ご来場ありがとうございます。で、最後の天気で皆さんと共に、このバイク人祭り盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。なんで終わっとん、なんで終わっとん。ちゃうちゃうちゃうで、なんか届けなあかんもんあるやん、バイク便なあ。ちょっとなんかですね、佐々木ひろしといえばこの曲っていうのもあるんですけど、今絶賛発売中のやつもありますか。あれ、ありますね、シチューっていうのがね。ありますよ、はい、ちょっと歌っていいですか。ぜひぜひ。これね、結構染みるんです。もう長いこと僕も佐々木君と付き合ってますけど、染みるんですよ。もうやっぱこの世代になってくると分かってくる染み方っていうのがあって、もうね、でもね、いろんな歌わしてもてもうね、そう喜んでくれたら嬉しいですけどね。はいはい、マヒトさんも歌ってくださいよ。いやいや、今俺もう歌ったやん。いやいやいや、そんな、いやいやいや、歌ったやん今。いやいや、何を言うてんの。もうこのなんていうの、この抜くんか抜けへんのかっていう、お前手出せや、俺が手出すとお前喧嘩の時傷害事件になるやんけとかいうヤンキー同士がそこ競り合ってる感じやん。違うやん、ちょっとやって、せっかくやから。そのしみる、ちゃんと歌おう、ね、ちゃんと今度は歌うよ。しみるやつやって盛り上がる。マヒトと佐々木のギター対決、ギター対決言うけど、どうやって勝ち負け決めればいいのでしょ。二人ともギターあまり弾かないし。ありがとうございました。ちゃうちゃうちゃう、なんかちゃうよ。え、なんかちゃう感じがする。何がですか。拍手がだんだんなくなってきてるからね。ちょっと火もあれよ、隠れてきたよ。でもどうすんねん、もうほんまに先輩ったな。いい加減もダラ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 喋って、もう多分タイムリミットも俺時計見てへんけど、もう10分とかちゃいます。すごいわほんまに。いやいや、ほんまにすごいね、今日湿気高いね。
いですね。汗だらだらやもん。持ってるだけでチューニングがどんどん狂っていくねん。ほんまやでもう。どうすんねん。ほんまやで。どうすんねん、どうすんねん、はい。どうすんねん、どうすんねん。ちょっと、ちゃんと歌ってくださいよ。じゃあ真面目にやる？はいはい。ちょっとやってみろ。いいですよ。なんかじゃあちょっとじゃんけんで決めよう。どっちが先か決めよう。最初はグー、じゃんけん、ほい。なんでこんな緊張してる？最初はグー、じゃんけん、ほい。やった。勝ったもん勝ちや。ちょっと待ってくださいよ。なんやの？ちょっとなんかあるでしょ。ちょっと。どの much about history?Don't know much by OZ Don't know much by science books Don't know much by French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this could be この街まで行けば君に会えるだろうどの街を走れば君に会えるだろう教えておくれよ君が好きだからいつもそばにいたいからもう何にも知らないけど笑い飛ばして君のことだけ考えてるもうすぐ行くからね難しいことなんかよくわからないけど恋すれば誰でもきっと同じなのさだから教えておくれよ君が好きだからいつもそばにいたいからことなんかよくわからないけど恋すれば誰でも君と同じなのさだから教えておくれよ君が好きだからいつもそばにいたいからOh, wonderful world this could be What a wonderful world No, no What a wonderful world 九州 This could be さあ、この後はですね沢崎宏が歌いますよさんの歌聞いた初めてそうなんです時々ねえ時々ですよちょっとほんまになんかそれっぽい感じになりましたやんいやいやいやなんですかねなんでしょう、まあ、こんな一面もあるわやっぱり見しとかなあかんのかなといやそらそうでしょうじゃあやっぱじゃあ一応だから俺もやってんカバーやけどはいちょっとオリジナル聞きたいねはい何がですか佐々木くんのお客さんが来たいや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 まあまあまあそんなね簡単に歌ったらあかんやんいやでもなんかね今ちょっとほらほらちょっとしっとりした方に振ったやん
しっとりね。ちょうど俺もまたうまいことハーモニカポケット入ってたわ。入ってたわ。何も打ち合わせしてないのに。ほんまやでこれ、はい。でもやっぱりそのね、はい、まあ、僕が歌ったのはまたちょっと違うカバーでしたけど、うん、はい、佐々木君はだからね、はい、まあやっぱそのいつでもギター背負って CD 持って全国アンギャして歌届けてるでしょ、はいはい、そうですね。今一番新鮮なやつはどれなの？新鮮なやつ、まあ、間もなくちょっとね寒くなってきますけども、そうですわ、シチューという歌をね、はいはい、2年前にやりましたけどね、まあ歌いませんけどね今日。なんで歌えよ。暑いやん。だってこんなもんシチュー言われたら暑いで。いやいや、何を言うとはるんですか。ね、前ね、おあのまあ、あるお祭りで、まあ、CD のタイトルがシチューですよ、ね、で CD ミニアルバムなんで2000円や、ね、でちょうど隣がたこ焼き歌ったんかな、その隣で物販やってたんですけど、シチュー2000円って書いてたら高いわ言われてどんな肉入ってんや言うて、全然売れへんかったわ。食いもんと思われたわけじゃない。全然売れ、そりゃそうやば。シチュー2000円って書いてたらそりゃほんまにシチューや思うわ。いやほんまに、はい、ねえ、だからほんならシチューは季節外れですわ言うたら、はい、何歌うんですか。季節外れ言うたらまたこれまあ花火ですか。もう花火の時期も終わったやん。でね、実はね、はい、僕花火弾けるんです。おう、ここにね、おう、歌本があるんですよ。あー、これね、この前ね、作らせていただきましたよ、佐々木くんの歌本。はあ、本なんで、うん、あるんですけど、今日は売ってないんです。うん、で、これやらないでしょ、もう今日はね。いや、でもね、あの、はい、今日が乗ったらね、皆さん久しぶりにギター引っ張り出してきて、はい、弾いてみるといいです。でも前田さん、昔よ、明星とか、平凡とかに歌のコードが歌詞書いてる本とか入ってましたやん。あったよ。あんな楽しかったやん。譜面読まれへんねんけどね、歌詞の上にコードが振ってあったら弾けるやん。そう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 。もう懐かしいな。あの頃なんか、あの頃なんかやって、ちょっとやってくださいよ。その頃ちょっとやってたような。何でしょう。今はもう、アリス。やってました。いやいや、もうちょっと歌ってくださいよ。あとせっかく入っていくんや。何でしょう、このここの辺りやったら何ですか。ないの。まあまあ、かぐや姫とかって古いから。いや、かぐや姫はだっておいちゃんはやっぱありますよ。ああ、素肌に片袖、ああなるほどね、そっちだけでとか。こう僕的にはどっちかっていうと、80年代のアイドル系。80年代、じゃあ例えばやで、おう、淡いブルーの季節の中で何かを見てる、スターライスターライ、そんなあのね、夢は叶いのソフィー。いいですか、今の曲を聴いて笑ってんのはあの彼女だけでした。あ、分からへんかった、光源氏や。そんな光源氏なんか分かれへんわ。分からへんか、何を言うてんねん、そんなもん。ウォーウォータイムゾーンとか分かりませんか。男組、男組や、男組わかりません、はい、あのね、いいですか、今ここに着座してくださってる皆さん、ほぼほぼ、はいはい、万博といえば大阪です。うん、はいはいはい、大阪もしくは、はい、沖縄海洋博です。うん、ね、はい、違うんです。うん、もうちょっとなんか別な感じのやつ。いやでもね、こんなよう皆さんあれですね、こんなグダグダトークよう撮ってますね。見るんですかこれ。見る見る見んのかいな。ほんまにこれを見て後でどう言われるのかなと思いますけど、これをフルで上げられても困りますよ。ほんまやで、もう、やっぱりでもね、はい、僕らも、僕らの名前を覚えてほしいですけど。あ、そう、マヒトさんキャンプとかやらないんですか。こうギターとかやったらやっぱりね、キャンプなんかでギター弾いたら楽しいけども。そうっすな。それバイク人でなんかやるんちゃうんですか。あ、バイク人やるよ。うん、今度長野でやる。長野来てくれるか。いや、分からへんよ、分からへんよ。再来週ぐらいですよね。う、山梨でしたか、はい、山梨でやります。うん、山だらけですけどね、はいはいはい、山梨で、何をするわけでなく、ただただだらだらとみんなで過ごすっていう、初めて何にもせんでええっていう。え、どういうこと。いや、一緒にキャンプして遊んでたらええねんって。俺、あ、要するになんかマイク持って喋るとかどうのこうのじゃなくて、同じように皆さんとキャンプをしてるっていうこと。そう、だからもしかしたら飲んだくれてる俺が見れるのよ。 あれですか、またモテギの時みたいに真人の部屋とか書いてるんですか。テント。違う違う、多分誰でも入っていけるっていう。書いてないの。でね、この間チャリティーでテント出してもだよ、はい、あ、真人さんの。そう、俺が使ったコールマンのキャンプって
キャンプ ST ってやつ、はい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 、俺ツーリングテント ST っての出してしもたら、はい、テントがノーなってことに気がついて、はい、どうするんですか。この間買うたの。あ、買った。買うた。モノポールのやつ、はいはい、あれ結構便利、うん、あれでね、ちょっとダラダラ過ごそうかなと、うん、はいはいはい、椅子、あのテントがちっちゃくなった分だけ、はい、椅子大きいの持っていこうかなと思って。ああ、なるほどね。そうやね、まあ、そんなこともやるんやけど、うん、ギターは持っていくかな。まあまあね、そういう時楽しいですね、キャンプとかね。その時にあのフルサイズ持っていけないな。バックパッカーってあの細いやつ。ああ、なるほど。マーチンの、人生で初めて買うたマーチン、はいはいはい、おまだエギターやん。エギターでもないねんけどね。2万円くらいって感じ。あ、2万円くらい。まあまあ値段関係ないからね。そういうことですよ。まあまあそんな話をしてますけれど、はい、僕はもうこうなってきたら、はい、佐々木くんには歌ってもらう。はい、もう中国歌、もう終わりって出されたいかな。ではラストに聴いていただきましょう。佐々木ひろしが歌います。ちょ待て、曲に関しては DA さんにお任せ。ちょ、もうまかもうそれもなしでもうワンコラスだけもな。はよ。じゃあ皆さんのバイク人祭りね、九州、今日は素敵な一日になりますように、そしてバイクで来られる方もたくさんおられます。帰りのツーリングをね、楽しんでいただいて、そして無事に帰っていただいて、またこうやって再会できますように。ああ、この花火を夜空に打ち上げよう。たくさんの思い出も明日の夢も。ああ、この花火を夜空いっぱい広げよう。目に見えない夢を掴める時まで。シンガーソングライター佐々木ひろしさん、マヒソでした。ありがとう。ありがとう。よかったな。ありがとうございました。何多いな。さあ、そういうことでございまして、ここでまたお知らせでございます。ギターを下げたまま司会モードに入るのもなかなかでございますが、青の巾着袋が駐車場から会場の途中で落ちておりました。青の巾着袋が駐車場から会場の移動途中に落ちておられました。お心当たりのある方はですね、お近くのバイク人スタッフ、なんか見分ける方法はインカムつけてますね。インカムつけてます、はい。トランシーバーをつけている、スタッフの方に、お声掛けいただければよろしいかと思います。まあでもね、佐々木くんもですね、いろんなとこ回りながら、走って、いろんな男で歌っておりますけども、今日もですね、総合受付の方で CD の販売、そして、サインなども受けてくれると思います。ぜひともですね、彼の歌声、今日はほんまにおふざけで、どうしようもないところもあります。